にちは、羽生です。こんにちは、羽生フィギュエモンです。前回の動画、羽生結弦ロス解消、羽生〇〇で羽生結弦を探したら驚愕の羽生〇〇に会えた動画というこちらの動画では、私のね、オタク的な羽生結弦愛がバレてしまいました。それにこの動画にはいろんなコメントをいただいたんですが、皆さんが私知らないようなね、そんなことをね知ってたりして、なんとね、海外の方からは本当に羽生結弦は麻薬のようなものっていうねコメントをいただきました。羽生選手笑ってる場合じゃないってば。本当に皆さんに助けられたなと思いました。ちょっとそんなこと言うからみんな虜になっちゃうんだよ。ずっと必死こいて見てました。え、何を？ドキドキした感情はかなりありました。羽生選手、何を見てドキドキしたの？まあそれはおいおいで。またこのパターンだよ。はぐらかされっぱなしのフィギュエモンですが、今日はそんな羽生選手も実態を知って驚くかもしれない2021年世界羽生結弦選手権大会予選テストを皆さんにやっていただこうと思います。皆さん、このテスト結果を引っ提げて6月19日土曜日の21時からのライブ配信にお越しいただくと、ライブ配信をねより楽しめるかなって思ってます。なのでもちろんテストをしなくても OK ですが、この動画を見てるあなたにはぜひ1回は試してほしいなと思います。かなり OK。 今日のテストは2021年世界羽生結弦選手権大会の予選テストです。とは言ってもライブ配信で本テストがあるわけじゃなく、皆さん点数を言い合って、こんなすごいことを私はしてるよっていうのをね、そんなことがあったらそれをみんなで共有しながらみんなでお話ししたいなと考えています。テスト問題はクイズではなく心理テストのような感じで、イエスの得点を足して最後に何点になったかを自己採点するテストです。ライブ配信ではご自身のテストの点数を言ってもらい、それについてビールでも飲みながらお話ししましょうっていう感じです。見に来てね。めんどくさいのは私嫌いなので、紙とペンは必要ありません。問題は50問です。どんどん言っていくので、とにかくイエスの点数だけ足していってくださいね。第1問。羽生結弦の掲載されている雑誌が本屋に置いてあったらつい手に取ってしまう。どうですか？イエス、ノー、どっちでしょう？第2問。切手はプーさん柄か羽生結弦限定切手しか買わない。ちょっとハードル高いかな。切手買わない人は切手を買うとしたらという感じで考えてみてくださいね。第3問。プーさんのぬいぐるみを見ると、どうして隣に羽生結弦がいないのだろうと羽生結弦を本気で探してしまう。これは羽生結弦がいないって分かった上で、でもやらずにいられないかどうかを決めてくださいね。では第4問。夏の間は寂しくて毎日枕を濡らしている。きっと元気でね、練習しているんだろうけど、それでも夜になると会えない寂しさで夜な夜な泣いているっていう方はイエスにしてくださいね。では第5問。どこに行ってもゆずの文字を見ると妙にドキドキしてしまう。ゆずソーダ、ゆずレモン、ゆずポン酢、ゆず七味、ゆずドレッシングなどなど、これらに反応しちゃう人はすべてイエスにしてくださいね。第6問。パソコンやスマホでは「は」と打つと「羽生結弦」と予測変換が表示される。どれだけ検索したかどうか予測変換でわかります。
毎日毎日羽生結弦って打ってると、最近のパソコンやスマホは頭いいので、はと打つだけで羽生結弦と予測してくれる嬉しい機能が発令されているかどうかを考えてみてくださいね。第7問。好きな色はと聞かれたらブルーと無意識に答えてしまう。羽生選手の好きな色はブルーだから、好きな色を聞かれた時にブルーと答えたいっていう、そう思う自分がいたらイエスにしてくださいね。第8問。スマホの写真ホルダーには羽生結弦の写真であふれかえって嬉しいけど困っている。日本で一番多いのが羽生選手の写真じゃないかって思うほど、羽生選手の写真は大会やテレビの前に出てくるたびに出回ります。それを保存している方はほとんどだと思うんですが、そろそろ羽生選手の写真がたまりすぎて困っているっていう方が多いはずです。そんな方はイエスにしてくださいね。第9問。羽生結弦にファンレターを送ったことがある。まあ、これは送ったか送らないかなので迷うことはないでしょうね。はい。ジャニーズと競えるぐらいファンレターをもらってんじゃないかなって予測できる羽生選手。生羽生結弦を見たことがない方でもファンレターなら送ろうと思えば送れます。なので送った方、もしくは今日初めてファンレター送るよっていう人はイエスにしてくださいね。では第10問。仙台と聞くと羽生選手の顔が頭いっぱいに浮かぶ。仙台の観光大使である羽生選手、仙台の緑あふれる風景とともに写る羽生選手のお写真がいっぱい存在しますよね。それが仙台というワードを聞くだけで脳内で再現しちゃう、そんな人はイエスにしてくださいね。では第11問。12月7日はなんで祝日じゃないのかと本気で不思議に思っている。天皇誕生日が休みになるのなら羽生結弦の誕生日だって祝日にならないのはおかしい。きっと来年こそは祝日になるはず。そんな風に思ってる人はイエスにしてくださいね。第12問。目覚ましは羽生結弦だ。テクノロジーを使って今は何でもできる時代です。羽生ボイスで起きる朝はとっても気持ちいいものなので病みつきです。では第13問。パワーストーンをつけている。羽生選手はいろいろなパワーストーンのブレスやネックレスをつけています。そんな姿を見て私もやりたいとパワーストーンをつけて羽生結弦を感じる、そんな毎日を送っている方はイエスにしてくださいね。第14問。家には西川の寝具でいっぱいだ。美しい西川の寝具のキャンペーンでもらえる羽生結弦クリアファイルの数々、これが欲しくて家が西川の寝具でいっぱいになっちゃってる人いるんじゃないでしょうか。そんな方はイエスにしてくださいね。第15問。手袋はアイリン手袋を使用している、もしくは持っている。羽生選手といえばこの手袋っていうぐらい定番ですよね。今もネットから購入することが可能です。冬は外出時にこの手袋をして羽生選手を感じているっていう方、スケートをするときはこの手袋をしているっていう方、
そんな人はイエスにしてください。ということで、ここからは問題のみをどんどん言っていきます。OK。第16問。パソコンは MacBook だ。第17問。人のいないところではつい両手を上に上げて下げる羽生選手のスタートルーティーンをやってしまう。第18問。どんなものでも柚子があったら柚子を選ぶ。例えばサイダーと柚子ソーダがあったら柚子ソーダを迷わず選ぶ。第19問。本当は他のキャラクターが好きなのに買うのはプーさんを選んでしまう。第20問。プーさんのぬいぐるみを見たらこれリンクに投げ入れできるかなとつい大きさや重さなど計算してしまう。第21問。スケートを本格的に始めようと思ったことがある、もしくは実際にやり始めた。第22問。ネットで羽生結弦グッズ発売のニュースを見ると買えるかどうか本気で持ち金の計算を始めてしまう。第23問。羽生選手の衣装デザインをモチーフにした小物を作ったことがある。第24問。スーパーに行ったらいちごと餃子とプリンを必ず買ってしまう。第25問。自分の YouTube に羽生結弦関連のプレイリストを作っている。第26問。羽生選手の出場、出演する試合、アイスショーの日は完全オフにしている。第27問。いつ泣くのかわからないので羽生選手の演技動画を他人と一緒に視聴することができない。第28問。将棋の羽生善治さんがテレビに出ているとなんで羽生結弦が出ないのかを本気で不思議に思う。第29問。羽生結弦のためなら1日24時間使っても惜しくない。第30問。地球に降り立った天使がここにいるとみんなにバレるのが怖い。第31問。いつ宇宙に帰ってしまうのか聞きたいけど誰にも聞けない。第32問。お酒コーナーに羽生結弦が並んでいないのは危険だと思う。第33問。羽生選手のサインが置いてあるお店にサインだけを見に行ったことがある。第34問。羽生結弦の手が自分の手よりも小さくてショックを受けたことがある。第35問。
いろいろなものをついこの子と言ってしまう。第36問。人からこれ譲るよと言われたら譲れないと心の中で思う。第37問。ティッシュはクリネックスを使うことにしている。第38問。豚肉とキャベツのお鍋を作ろうとして鍋の中がぐちゃぐちゃになってしまったことがある。第39問。ハイドロのポーズを真似して足がつってしまったことがある。第40問。試合の前は必ず神社で優勝祈願をしている。第41問。24時間羽生結弦のことを考えているけど誰にもそのことを言ったことがない。第42問。羽生選手がちゃんとご飯を食べられているのか毎日気になってしょうがない。第43問。日本で最後のイケメン独身男性なので羽生選手が結婚したらと思うといても立ってもいられない。第44問。テレビでフィギュアスケートを見るときはいつも羽生結弦がいつ出るかしか考えていない。第45問。東京発仙台行きの羽生結弦ツアーがなんでないのかが不思議だ。第46問。なんでアナの飛行機に羽生結弦が描かれていないのか文句を言おうと一度は考えたことがある。第47問。ご飯を食べるとき、なるべく一口を小さくしようと心がけているが、つい一口が大きくなってショックを受けている。第48問。北京オリンピック金メダルのイメトレを練習、演技、インタビューのパターンで詳細に毎日している。第49問。羽生結弦ダイアリーに毎日の練習メニューを書いている。第50問。4A が飛べた時に備えて毎日タオルを持って泣く準備をしている。以上がテスト50問でした。OK。テスト問題はいかがだったでしょうか。激ムズだ。でしょ。あなたの点数は何点だったかな。もうなんか試合出れば絶対勝てると思ってましたこの頃羽生選手はこの試合に出ても勝てないかなって思いますよ。え、頑張る。フィギュエモンの点数はライブ配信で発表しようかなと思います。ライブ配信では基本的には緩い配信にしようと思っているので、テストって言ってもまあね、ちょっと身構えちゃった方は勘違いですからね。それはそれで面白いかなと思って。そうなの、そういうのがあった方が面白いのでテストを作ってみました。あなたが今思っていることみんなと一緒に共有してみませんか。そんなライブ配信ですので
6月19日土曜日21時からのライブ配信、ぜひお越しくださいね。見に来てね。この動画が良かったと思った方は高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。チャンネル登録をしておくとライブ配信が始まった時に通知が行くようになってると思いますので、見逃したくない方はぜひチャンネル登録をしておいてくださいね。では最後にハイドロ練習しながらプーさんジャージ脱ぎをして終わりにしたいと思います。できるかな。ひひえもんでした。さようなら。Came out of